こんにちは、TM コアです。今日はですね、我が家の青じたトカゲにね、ちょっと餌を与えて、おかけが暴れてる青じたトカゲにね、餌を与えていきたいと思うんですが、今日はどんな餌をあげるかって言いますと、最近結構この青じたにですね、これ与えてます。このね、レオパゲルっていうやつなんですけど、これの食いつきがですね、なんかやたらすごくて、すごい食いつきがいいです。で、これはですね、どんな商品かっていうと、こんな形の、ゼリーっていうかね、みたいなものがこういうチューブ状のね、ものの中に入ってまして、で、これをギュッと絞り出して与えるという形で、すごくこうね、なんか練ったりとか、練り物系なんですけど、練ったりとかしなくてもいいし、で、容器が汚れたり手が汚れたりっていうこともないし、非常にこれ使い勝手がね、いいですね。で、指向性がすごく良くてですね、初めて与えた時でも、もうバクバク食べました。なので、この光が出してるね、昆虫食の爬虫類の栄養食ということで、レオパゲル、まあもともとレオパなんかにあげるように作られたものだと思うんですけど、まあレオパ以外のね、昆虫食だったり雑食だったりっていう、爬虫類でも大丈夫です。うちはこの、レオパゲルをですね、まあ、この青じたくんと、あとカエルなんかにもあげてます。結構ね、イエアメなんかもすごくよく食べてですね、結構ね、うんちがゼリー状に固まったようなうんちが出てくるんですね。で、うんちの処理もしやすいし、匂いもあんまりしないという気がしますね。なので、すごくこれはね、おすすめですね。ただちょっと高いかな。このなんかお得用とかっていうやつ、これで、150g 入って1400円ぐらいします。で、まあ、青じたはですね、これ結構食べるんで、どうかな、1回で3分の1ぐらい食べちゃうかな。そのぐらい、まあ大食感なんですけど、結構すごく好きで、で、バランス、栄養のバランスがですね、意外といいんですね。これ見ていただくと、タンパク質が 10% 以上っていうことで、そんなにタンパク質が高くない商品なんですね。まあ、成分としてはミルワームが、ミルワームのなんか粉末状をゼリー状にしたものみたいなものなんだと思うんですけど、あと植物繊維とか大豆ミールとかビール酵母とかですね、まあそんなシルクワームなんかも入ってますね。そんな感じで、あんまりタンパク質が高くないっていうところがいいのかなと思います。うちなんかこれね、トカゲだけじゃなくてカメも食べます。リクガメなんかも食べるし、すごくね、指向性がいいですね。もうこの青じたくんはね、もう欲しくてしょうがない。ちょっとあげていきましょうか。こんな感じでね、ここを出すと、こういうふうに出てくるんです。で、これをですね、ピンセットでこう取って、で、拒食してる子なんかは特にいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、うちは拒食してないですけど、この子はね、野菜あんまり食べなくて、まあ、
青じたってそもそも雑食性なんですけど、まあ、虫系とあと野菜とっていう感じが普通はそうなのかな。だけど、まあ、肉とかレバーとかそんなのも与えたりもするんですけど、もうあのこれもう最近はね結構これ一本で、たまにお肉なんか与える感じ。もう欲しくて欲しくてしょうがない、もうどんどん前のめりになってきますよね。あ、落ちる落ちる落ちる。これを与えてる分にはあのそんなにタンパク質が高くないし、あの、まあ昆虫由来系のね食べ物なんで、あとビタミン関係も入ってます。ビタミン D3 とかビタミン A なんかも入ってるんで、まああの爬虫類ね、ビタミン A が不足すると目が見えなくなってきたりとかね、目の病気にかかったりするんで、たまにうちはビタミン A の、まあ、サプリなんかを与えてたんですけど、これ与えてる分にはねビタミン A 入ってるんで、あえてビタミン A いっぱい取りすぎても良くないんでね。お前すごいな、もう半分以上食べてるぞ。半分食べてんな今日は。もうこのぐらいしとくか。これはですね、まあ、生ものみたいな感じなんで、一回開封したら、あの冷蔵庫で冷蔵保存です。だから、まあ、ただこれ冷蔵庫に入れてもね、野菜室とかに入れ下の方に入れとけばあんまり気にならないっていうか。だと思うんで大丈夫だと思うんですけど、もうやめとこうか、このぐらいにしとこうか。ちょっと食べ過ぎだな、このぐらいにしとこう。はい、今日のね青じたくんの、ご飯はですね、このレオパゲルというのを与えました。この後ちょっとね、家飴にもちょっとあげようかなと思ってます。じゃあ家飴の方行きます。はい、じゃあ家飴くんにね、与えていきます。どうぞ。はい。口から出てるよ、あなた。太っちゃってすごいですね。ちょっと餌あげすぎなのかな。もう体の皮がね、もうたるんでるっていうか、なんかすごい太ってますよね。
目なんてね、揚げれば揚げるだけ食べちゃう